iOS 5はアップルが開発しているモバイルオペレーティングシステム iOS の5番目のメジャーリリースである2011年10月12日にリリースされた2011年6月6日にアメリカ合衆国サンフランシスコにて開催されたアップルワールドワイドデベロッパーズコンファレンス二千十一2011のスティーブ・ジョブズによる基調講演で公開されたアップデートにより 200以上の新機能が追加された。これまでの iOS ベータでは、最多のベータ7までリリースされた。10月4日に iPhone 4 S と iPod Touch のホワイトモデルの発表と同時に GM 版がリリースされ、10月12日に正式版の配布が開始された。iOS4 がインストールされたすべての iOS 後、対応端末は無料でアップデートが可能。 iPhone 3GS 以降、iPad 以降、iPod Touch 以降に対応し、iPhone 4S と iPod Touch には標準で搭載される。標準搭載デバイス以外は iOS4 からアップデートする際に iTunes 10.5が必要。iOS5 では通知機能が刷新され、画面上部に一時的なバナーが表示されたり、最近の通知をまとめて表示する通知センターが導入された。 また、対応端末間でコンテンツやデータを同期する Apple のクラウドストレージサービス iCloud と Apple のインスタントメッセージ、イメッサゲが追加された。また、Twitter との OS レベルでの連携、iPad でのマルチタスクジェスチャーの導入、ロック画面から素早くカメラを起動する、ショートカットなどが追加された。iOS5 は初期リリースではバッテリーの持ちが悪く、 シムカードが故障したり、電話中にエコーがかかったりするなど、iPhone 4S ユーザーにとっては批判の対象となった。これらの問題は、その後のリリースで修正された。以前までは、通知がダイアログボックスとして、画面上に表示され、作業内容が中断されていた。iOS5 では、通知機能が刷新され、画面上部に一時的なバナーが表示されるようになった。 最近の通知には画面上部を下に引っ張ることで通知センターを表示させることも可能である。旧来の通知システムを好む利用者は設定アップから変更できる仕様になっている。iOS5 には Apple のオンラインストレージの iCloud が導入された。これにより音楽、写真、ビデオ、アプリケーションデータを iCloud 対応のすべての端末で同期させることが可能になった。 iOS 5では対応端末において単体でのシステムアップデートが可能になりコンピュータと iTunes が不要になった新しい端末のアクティベーションも端末単体で行うことが可能になった iOS 5には Twitter との連携機能が OS レベルで搭載されている設定アップから直接 Twitter にサイン,インすることが可能になったまた写真アップや カメラアップから写真を直接ツイートできるほか、サファリ、YouTube、Google マップアップからもツイートすることができるようになった。iPad では iOS 後のリリースと同時にマルチタスクジェスチャーが導入された。ホームボタンをダブルクリックしたり、ホーム画面を表示したりすることなく、複数のアプリケーション間を移動できる機能である。マルチタスクジェスチャーは iPad に以降に対応した。 iPad のキーボードは画面の下部から固定を解除して2つに分割することが可能になった。最初の iOS5 のリリースでは初めてロック画面から素早くカメラアップを起動できるようになった。ホームボタンをダブルクリックしスライドでロックを解除の横にカメラのアイコンが表示され直接カメラにアクセスできるようになっていた。iOS5.1 からは ホームボタンをダブルクリックする手段を廃止し、最初から表示されているカメラアイコンを上にスワイプする仕様に変更した。パスコードでロックされている場合のセキュリティのために、この方法ではカメラアプにしかアクセスできず、他の機能にはアクセスできない仕様になっている。また、ボリュームボタンでシャッターを押すことが可能になった。イメジ下げは、 メッセージアップに組み込まれた新しいインスタントメッセージであり、iOS5 を搭載した端末であれば、テキストとマルチメディアの両方を送ることができた。SMS とは異なり、イメス下げで送信されるメッセージはインターネットを使用している。また、Android およびブラックベリー端末は対応していない。MSages の吹き出しは青、SMS の吹き出しは緑に色分けされている。 メールアップでは、リッチテキストフォーマット、インデントの改善、メッセージのフラグ付け、2、CC、BCC の行間でアドレスをドラッグできる機能などが新たに搭載された。新たに追加されたタスク管理アプリケーションであるリマインダーはタスクにリスト作成、日付、または位置情報に基づいた通知を発信することができる。新たに追加されたニューススタンドは、 購読している新聞や雑誌などの定期観光物を閲覧するアップである。iPod App はミュージックとビデオという別々のアップに分割された。iOS5 は2011年6月6日に開催された Apple Worldwide Developers Conference で発表され、その日のうちに開発者向けにベータ版が公開された。iOS5 は2011年10月12日に 正式にリリースされた。iOS5 は iPhone3G や iPod Touch などの端末のサポートを終了した。iOS5 は新しい通知センター、ワイヤレスでの同期更新機能、イメス下げなど多くの点で高い評価を受けた。デイリーテレグラフのリッチモンドシェーンは iOS5 はすでに優れたオペレーティングシステムの素晴らしいアップグレードである。 人によって、モバイル OS に求めるものは異なり、ブラックベリー、アンドロイド、ウィンドウズモバイルを好む人がいるのはそのためだ。私は、使いやすさと細部にまでこだわったデザインを重視している。iOS5 で、アップルは最高のユーザー体験を提供し続けている、と述べている。ノーユアモバイルのリチャード・グッドウィーンは、全体として、iOS5 は、必要なものがすべて揃っていると思う。 2011年秋にリリースされるのが待ち遠しいとコメントした。ありがとうございます。